ハワード・マーティン・テミンは、アメリカ合衆国の遺伝学者、ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。1970年代に、ウィスコンシン大学マディソン校で逆転者構想を発見し、レナート・ドルベッコ、デビット・ボルティモアと共に、1975年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。この論文は重要性が直ちに認識され、ネイチャーの編集部の判断によって、 著者の順序が変更されたことでも知られている。さらに彼は、主要ウイルスが逆転者抗争を使って、宿主の細胞の遺伝情報をどのように書き換えるかということを明らかにした。またこの発見は、フランシス・クリックが提唱し、広く信じられてきた、セントラルドグマの概念に修正を迫るものであった。クリックや、当時の他の分子生物学者は、遺伝情報は、 DNA, RNA, タンパク質と一方向に飲み逃れるものだと信じていたが、テミンはある種の主要ウイルスが逆転者酵素を使って RNA, DNA の方向に遺伝情報を伝えることができるということを示した。この現象は同じ頃、テミンと一緒にノーベル賞を受賞することになるデビッド・ボルティモアによっても独立に発見されていた。逆転車酵素は エイズを引き起こす HIV やウイルス性肝炎の原因となる B 型肝炎ウイルスなどのウイルスも持っているため、この酵素の発見は近年の医学における最も重要な発見の一つとなった。また、分子生物学において、メッセンジャー RNA からの CDNA の合成、PCR や医療診断に使われる重要なツールにもなっている。また、 アジドチミジンなどの逆転者酵素阻害薬は HIV に対する治療薬として用いられている。長い間、喫煙の反対論者であり、59歳で肺がんのため死去したが、彼自身はタバコを吸わなかった。ウィスコンシン大学マディソン校の散歩道には彼の名前がついている。彼は1955年にスワースモア大学で生物学の学士号を取得し、 1959年にカリフォルニア工科大学で博士号を取得した。テミンの弟のピーター・テミンはマサチューセッツ工科大学の経済学の教授であり、経済学部の元学部長である。ありがとうございます。